彼女は僕の大好きな映画の中のヒロイン。そんな僕の前に奇跡が起きた。これは運命の出会い。プレイモノではなかった。え、映画の中から飛び出したモノクロのお姫様。今日からお前は私のしもべだ。あなたのその姿見られたら大騒ぎになりますから。とにかく早く着替えてください。あとお化粧も。どうしたしもべ。私がいた世界には色がないんだ。あなたと見たい景色がまだまだたくさんあるんです。ずっと僕の隣にいてくれますか。無理だ。私は人のぬくもりに触れたら消えてしまう。お前と生きることなんてできやしない。牧野さんのことが好きです。好きな人にさ触れずに生きていけると思うか。叶うといいな、あんたの願いが。お前はもっと普通の恋をするべきだ。あなたじゃなきゃダメなんです。最後に一度だけ抱きしめて。今夜ロマンス劇場で。